レッド、イエロー、グレー、エビスオレンジャーです。どうもどうも。本日はですね、はい、ゴルフドゥ、はい、荒川沖店さんにお邪魔しております。はい、はい、ありがとうございます。イエローさん、はい、なんで本日はゴルフドゥさんに。なぜかというとですね、はい、ゴルフブームでですね、いろんな人が今ゴルフを初めてクラブを買ったり売ったりしております。未然に事故を防ぐためにですね、はい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 、僕らはこのチャンネルを立ち上げたと言っても過言ではない、はい、2年ぐらい前ですかね。はいはいはい、僕ら今ここら辺にあのサムネ出てると思うんですけど、はいはい、一応なんかドッキリやったんですよ。あのはめられたやつね。そうグリーンと、うんね、イエローをはめるってあれね、はい、結構僕らの中では傑作なんですけど、またこれもねなかなか再生が伸びずに誰の多くの人には見られずに終わったという企画なんですけど、めちゃめちゃ面白いんですよ、うん、ガチではめられましたから、ね、あれは面白かった。はい、はい、そうなんですよ。まあ企画としては、まあ、前やったのは、はい、セカゴルさんって、はい、まあ、中国で拠点に動画やってた方なんですけど、はい、その方から、はい、まあ、偽物のスコッティキャメラ、なんだっけあれ、タイトリストですね。タイトリストのアイアンですね。アイアンか、はい、でこういうのあるんですけど、で、まあ、動画のネタにさせてもらって、はい、まあ、それ使わせてもらったんですけど、はい、まあ、そのクラブをね、はい、このようにまだずっと存在させておくのは良くない、良くないということで、僕らはもう破壊したんですよ。破壊はランドで折ったんですデストロイしたんですね、はいはいはい、それの第2弾ってこと、ね、第2弾なんと、はい、なるほど、まだ出回ってるかと、はい、まがいもんが、はい、まあ、ゴルフドゥさんにあるんですよね。あります。これなんでゴルフドゥ流れてきたの確かね、入ってきちゃうってことだよね。入ってきちゃうもんね。まあ、でも実際たまにいるんですよ、うんうん、あ、偽物を売りに来る人、うん、でもこっちは言えないじゃないですか、やっぱり、うん、ね、うん、やっぱり、うん、でちょっと引き返す、あのもうちょっとお断り、うん、ちょっと丁寧な言葉で、うん、すいませんっつって、まあ、質屋みたいな感じですね、はい、そうですね、はあはあ、たまにいるんですよ、本当稀です。いやけど偽物が出回ってるってことはそういうことですもんね、うん、結局は、まあ、売りに来る人がいて、気づいて売りに来てるのか気づいてなくて、そう、気づかないで、気づかないで、そうですよね、そういう人も言いますよね、多分ね、正反じゃないパターンもあるかもしれない、パターンもそうですよね、うん、ということで、うん、はい、それを撲滅するために、はい、僕らチャンネルを立ち上げたと言っても過言ではない、はい、そうゴルフレンジャーで今回、まあ、あのサクッとと言いますか、サクッとじゃなくて、あの見極め、見極めね、ね、はい、ね、こうやってゴルフドゥさんも見極めて偽物を買わせないっていうふうに防いでますけれども、うん、ちょっと見極めね、うん、それをちょっと、そうですね、目の前でというか、はい、ちょっと物は古いんですけど、はあ、きっとね多いと思います。あ、これ M6 を今でも使っているゴルファーいると思います。これどっちが本物でどっちが偽物か分かんないですね。あ、分かんないですよね、見た目。こっちが使い古されててこっちが新しいんでしょみたいなね、うん、見方もできるよね、うん、パッと見ね、ちょっとね、こっちテカテカしてるもんね、うん、そう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 、こっちちょっとマット系というかね、そうですね、うんうん、そういう感じよね、はい、実際どっちが本物、こっち、あ、こっちが本物、はい、分かんないって何が、実際こうフェイス面分かるかな、このフェイスの持ってるかな、溝の厚なんだ、太さ、うん、太さっていうのかな、うん、ここのネジのこの、うん、このスコアライン、これでしょ、このラインでしょ、ライン、ね、ごめん、これどっち本物だっけ、こっちこっちね、はい、うん、分かります、分かっちゃう、こっちが深く感じますけど、そうなんですよ、深いんですよ、そういうこと、ルール、そうですね、ルール不適合になっちゃうんですよ、うーん、ね、棒の長さが違う、そうです、そうです、あ、そうです、そうです、このネジの大きさも違うんです、違いますね、そう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 、こういう違いがあるんだ、まずこれが一つ、はいはいはい、これ大丈夫ですか、右が本物ですよね、こっちが本物ね、はい、こっちが本物、はい、分かります、はい、まあ、もうすでに、まあ、ツヤしか分かんないんだよ、ツヤ、はい、ツヤ、うん、じゃあトントンしてみて、はい、トントンして、え、トントン、はい、どの音で、音聞こえるかな、あこれ音分かります、カーボンになのにこっちもそのまま金属になってます、あ、はい、カーボンじゃないと、じゃない、はい、
カーボン風ですね。風です。でこれあれだよね、ネットで買ってる人はちょっと自分のが本物かどうかは確かめたいよね。そう、多分ね、ムーロック使ってる視聴者さんはね、もう家ですぐこう、トントンとしてるよね。あ、やばい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 ってなって可能性は。動画止めてね。あ、だだだだ。あるよ、あるよ、うちあるよ。まさかムーロックみたいな。そうそうそう。ドライバー、カーボン使ってるドライバー使ってる人がトントンしたら、トントンしたら分かる。なんと、これはひどい。これはひどい。で例えばネットで、うんうん、あのポンって画像が多分何枚もこう見れると思うんですけど、うん、こうやってこれ確認できないじゃないですか。確認できない、届かないとできないですよね、はい、うん、こういう時は文字、文字、文字を見てもらいたいんですよ。どこの、ここの文字、スピードインジェクト、ここの文字、わ、ね、かります。下からいきますか。下から、下からいきますね。スピードインジェクト、文字の、うんうん、太さが違うんですよ。違う、まあ、違うね、文字、わかりますか。全然違うね、はい、あ、まあ、こっち偽物は、ちょっと太い、うん、で本物はちょっと細め、うん、まあ、ここがまず一つ目。なるほど。で二つ目はまだある、まだあるの、ここのシリアルナンバー、どこ、ちょっとこういう感じですね。ああ、本当だ。このシリアルナンバーが、これ、あ、これ、はい、はい、こっちはちょっとこう細い、文字が細い、はい、細い、はい、わかります。これ本物ね。はい、本物です。で偽物はこうちょっとなんていうんですか、インクがになんていうんですか、しじわっとしてる感じ。文字の太さが違う。太さが違う。確かに確かに。はい。もう一個切る、もう一個切る。はいはい。ここ違くない？この形。ああ、よく気づいたね。この形も違うよね、ほら、丸さと、まあ丸と角張ってると全然違う、丸みと角張ってる感じ、うん、ああ、こうやってはめられてくんだ、僕らは。そう、まあ、あとはもう最終は値段、うん、値段、バカ安いのはありえないぞと。バカ安いのはありえない、うん、なんかその、うん、ピカピカツルツルしてて、そう、その値段でなぜみたいな、ね、そうですよね。でも写真も現物じゃないし、値段もなんか本物っぽい値段で偽物売ってるってもあれでしょうね。まあ届いたらね、あります、ね、まあ、その可能性もあるよね。なるほどね。そうですね、やっぱネットで買うのはちょっと危険、まあ、そういうことですよ、ね、だからもうその公式とかで買うだね、うん、もう無理だと思いますよ、うんうん、いいもんは安くは買えないってこと、ね、そうなんだ、うん、たまにあるもんね、スコッティキャメロン1万円とか2万円とかあるもんね、うん、あれ？あれ？スコッティもある。あるんですよ。スコッティマンだ。偽物が出てきました。いや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 、いい値段すんじゃねえかよ。黒でかっこいいじゃねえかよ。うん。けどこれちょっとさ、はい、ありそうでしょ、うん。けどちょっと雑じゃないですか。こんなんあります？なんかこれ。この可愛すぎない？可愛すぎないそれ。まずキャメロはドクロやらないです。いや、そもそもね。そもそもそうなんだ。そもそも、はい、やべ、なんか変わってるかっけっつって買っちゃった日にはもう、うん、ブーン。うん、いやダメです。あとこうちょっと上からこう太いんですよね。上から太い。こうちょっと肉厚。あ、ここね、ここね。はい、で、まあ実際本物もあるんですけど。はい、うん、本当だ、全然違え、はい、こういう感じですね、うんうんうん、本当だ1.5 倍ぐらいあるね、はい、すごいね、はい、はぁ、けどちょっとこれ雑な偽物じゃない、雑です、はい、でも1万円なの、はい、うん、さっき打ってみたんだけどね、うん、いいっすよ、いいよ、はい、よくない、よくない、悪くなかった、よくないんだよ。スコッティキャメロンでこれもありますよね、 ありますよね。あとは、キャメロンのここですね。このキャメロンって書いたところですね。うん、で、逆だし、もうなんかあれだし。はい、あとはこの縦すごいね。はい、ここの文字ね。ね、もう見た目、ね、はい、メイン US。本物はなんかかっこいいね、やっぱり。やっぱりね。艶が違えば、うん、そうなんですよ。こっから火出るもんね、本物ね。バックファイヤー。だからもう加速してね。加速して。300ヤードぐらい飛ぶから。すでに作ってないから。バックファイヤー。ふざけすぎ。ちなみにこの前実家帰ったら親父がいきなり「おお、まあ、これやるよ」って言われて、うん、こっちはスキーカメラ渡されたの、うん、こっちだった、そう、こっちだった、こっちだった、そう、すごい、どうしたのって言ったら100円
メルカリで100円で売ってたんだって100円で面白くて買っちゃったらしくて、うん、そう、ここ偽物だからやるよとか言われて、それ持ってきてくれるかと思うんですよ。そうだよ、使えそうな感じのパターン。そうだ、普通に新品のスコッティキャメロみたいな。100円で売ったらいいよ、正直。あ、ダメ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 、撲滅して、危ない危ない、初心者だとか言いたくなっちゃう。撲滅レンジャーですから、ね、そうですよ、100円ならいいやって言ってたんだけどね。100円ならこれ使ってね、これダメだよ、ダメダメ、偽物絶対ダメ。すごいのはお店でしか分からない、お店でしか分かんないんですよ、うん、けどお店では偽物が販売できないってことになるってことですよね、まあ、そうです、ちゃんとした防げる、そうです、うん、まあこれは専用のキャメロン判別できる、はあ、わお、まあなんだろうな、なんなんて言ったらいいの、フィルム、フィルムだね、うん、そんなのあるんだね、はい、あるんですよ、キャメロンだけ、はあ、うんうん、でどこになるかというと、はい、このキャメロンのこのシールありますよね、うん、はい、ありますね、ありますね、はい、で、これをかざすと、お、文字が浮上してくるの分かります、うん、うん、おお、なるほど、はい、すごい、はっきり出るね、なんて書いてあるんだろうね、うん、何かしらね、アルファベットが出てくるんですね、はい、そうなんです、はい、これが本物、うん、はい、おお、なるほど、はい、はいはいはい、まあ、文字偽物はね、出てこないでしょうね、だが、だが偽物はですね、はい、はい、偽物はまあこれシャフトも太い、うん、すごい太い、どんどん太くなっていくの、あの首元からどんどん太くなっていくの、まずキャメロンまずこっちにシール貼んないんで、なるほど、はい、裏側なんで、うん、はい、あ、そういうこと、そうだ、そう、これそうだね、こうグリップの裏側だもん、あ、なるほど、本当だ、はい、うん、あ、こういうことね、はい、ここで入んないし、うん、あとこの刻印もね、こうなるとシールが、はい、はい、表に、はい、表に、本物はない、うん、はい、こんだけ刻印もねしないんで、はい、あ、けど本物っぽい刻印だね、そうだよ、雰囲気出してくからね、うん、こっちもこっちも本気だから、うん、で、いきますよ、うん、一万円シール貼ってあるけど何も出ない、出ない、何も出ないとね、うん、ケアレスミスですね、これは、そうですね、うん、もうちょっと気にしてあげて、うん、まあ、これ本当に専用なんで、うん、お店行かないとねこれないんですけど、けどそれショップには結構じゃあどこにでもあるんですかね、多分キャメロン取り扱ってるところにはある、これ置いてある、ね、ただお店に行って、はい、これでこれなんていうの、このフィルムみたいなので、はい、うん、ありますかって言って自分のこうやってやってもらって、なかった時にショックを受ける、うん、もう本当に100円で買った100円で買った人はちょっと調べに行った方がいいね、気になる人はまずこのシールがね、そうですね、表側に貼ってあった時点でもう終わりなんですよ、ちょっとイエローのお父さんね、え、確かめてもらって、ね、いいぞ、うちの親父はもう偽物だからって買ってる、分かって買ってるからだからダメどって、ダメどっていう、でもとにかく買い取り店は、まあ、こういうのを、ね、まず不正で、はい、不正で、うん、変なもん買い取りたくないし、ね、変なもん売りたくないしっていうの で、はい、ここで判別できると、そうそうそう、そうなんです、こうやって守られてるわけですよね、僕らもね、はい、うん、そういうことですよ、そうなんですよ、これが出回って、なんとね、まだもう一本あるんですよ、もう一本あれ、そう、わお、ペクティオです、ペクティオいや、あ、偽物になるとペクティオになるんですね、ペクティオです、ペクティオね、ゼクシオね、ゼクシオの偽物も置いてあります、ゼクシオってさ、ゼクシオ、ね、え、メイドインジャパンだよね、メイドインジャパンなんですけど、はあ、多分中国が作っちゃってるのか、もしかしたらカンボジアかもしれないから、うん、分かんないですけど、けどこれ分かんなくないですか、カンボジアも気合入ってんな、え、分かる、これは分かります、はい、もうすぐ分かります、このバックフェイス見た瞬間にもう、これ分かんない、完全に普通のシールです、シールゼクシオ、ほら、うんうん、本物あります、あ、そこに置いてあったな、シールって何よ、そんなバカな、いや結構剥がれる、だっていや立体的なこだ、安いこれ、どうですか、ね、ああなるほどね、でこれやばいよ、そう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 、あーなるほどね、あのアルミのお皿あるじゃない、うん、あのバーベキューとかでさ、うん、あの素材、一応これ本物ね、それがゼクシオです、これゼクシオです、種類違います、ほら、あ、全然違うよ、ほらほらね、わかります、はぁ、これやばい、質感っていうのかな、これ触ってみないとちょっとわかんないけど、この映像じゃわかんないかもしれないけど、でもペラってんね、うん、これペラってんね、うん、トントンしてみてください、あ、トントンすればわかりますか、こうか、でこっちからトントンしてください、ここ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 こ
チッ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 なんとなんと音で判別して安い音が安い安いそうそうそうなんですよ。メイドインジャパンまでやられる始末。そうなんですよ。これが偽物ですね。そうです。溝が深い深いんだよ。深いんですよ。うーん、ほー、あー深いね。はい。音はちょっと音やばいね。いや、音やばいよ。そうか。はい。じゃ見分ける方法たくさんあるんだね。そうですね。だからよーく見てもらわないと、うんうん、なんかさ、最近はさ便利だからって言ってさ、ネットとかでも買っちゃったりするかもしれないけど、うんうん、結局なんかちょっと不安があるんだったらさ、うん、あんま良くないね、ネットで買うのもね。そう、え、だってちょうど良かったよ、この4番の欲しかったんだよ、うん、こいつのみたいなさ、うん、一番残念なのは結構使用感があるんですよこれを持ってた人は結構使ってたってことだ。多分使ってたと思うんですよね。多分本物だと思って一生懸命使ってて、そうですよね、なんか優しくねえなって、やっぱ良くねえなって、やっぱ良くねえよなってね、はい、本物使った時に感動するんだろうな、それ。多分相当優しかったと思いますよ、うん、こういうね、偽物がまあ起こしてるっていうことでね、はいはい、イエローのパパも悪い人だということが分かった。そうですね、うちの親父は分かって買ってますからもっと悪いやつ、うん、タッチ悪いよね、うん、そう、息子にやるっていう神経もですね、疑いますから、はい、まあ、そういう人に騙されないそういう人たちに騙されないようにですね、はい、皆さんですね、以上を踏まえてね、はい、偽物と本物の、はい、比較の仕方は、はい、まあ数本ですけど、うん、まあ、動画内で、はい、言いましたので、はい、それ家帰って気になる人はチェックしてもらえれば、はい、トントントンって、はい、トントンは大事ですね、うん、トントン、コメントでね、このグレーにちょっと気になるんですけどみたいなね、うん、写真を送ってきてもね、いいですね、トントントン、インスタのね、うん、はい、そうですね、インスタ、ここグレーのインスタ出たり、はい、うん、DM で写真で、うん、これ本物かなみたいなね、うん、っていう感じで、はい、まあ、こんな感じでやりましたけども、はい、まあ、このままでは終わらないのが僕らなんで、はい、はい、そうですね、ちょっとこの動画、はい、次回続く、次回続く、次の動画ですかね、はい、じゃ次の動画お楽しみください。何かに生かしてですね、はい、はい、綺麗に撲滅したいと思います。はい、お楽しみください、はい、お楽しみください、はい。とことんやりました、とことんやりました、はい。やってること変わんないよ。